その剣に興味があるのか？それは遠い昔に作られたものだな。性質も産地も何もかも解明されていない幻の金属が使われているようなのだ。私が研究している魔法の人形に活用できないかと期待したのだが、そううまくいかなくてな。もし欲しいのなら持っていくがよい。私が持っているより必要とする者の手にある方がいいだろう。私はもともと鍛冶師をやっていて、故郷では武具を作っていました。ですがある時、ヤマタノオロチという化け物が現れたんです。妻がそいつの生贄にされそうになって、二人で命からがら逃げ出したんですよ。その時に使い慣れた道具も、先祖から受け継いだ家宝のハンマーも全て失ってしまいました。仕事道具がないと武具が作れないので、今は道具屋をやっています。こうしてなんとか妻を養えていますよ。ここは道具屋です。どんなご用でしょう？え？ガイアのハンマーを持ってきてくれたですって？これは確かにガイアのハンマー。しかしなぜあなたが？いや、些細なことは聞きますまい。我が手に家宝のハンマーが戻ってきた、その事実だけで十分です。なんと感謝すればよいか。このお礼はいつか必ずいたしましょう。このガイアのハンマーは太古の昔、聖なる剣を鍛え上げたという伝説が残る我が家の家宝なのです。きっとあなたのお役にも立てるでしょう。おや、
その折れた剣は。この刀身の素材は私も初めて見ますが、しかしなんという色、艶、そして輝き。これは素晴らしい剣ですよ。しかしそれがこんな真っ二つに。これでは剣としては到底使えませんね。おや、その手に持っているのはこの石は。この色、艶、そして輝き。間違いない、この折れた剣と同じ素材。なるほど、この石を使ってこの折れた剣を鍛えてほしいと。ええ、もちろんやらせていただきます。初めての素材でいきなりの挑戦となりますが、今こそご恩を返す時。我が家の伝統と誇りにかけてこの剣を蘇らせてみせましょう。一世一代の大仕事です。完成しました。どうぞお受け取りください。いえ、お礼などいりません。以前はこの村に流れ着いたことを後悔していた時期もあったのですが、きっと私たちはその剣を蘇らせるためにこの世界へ呼ばれたのです。今は鍛冶師として己の使命を全うできたような気持ちでいますよ。旅のお方、この剣があなた方の旅の助けになることを祈っています。僕はこれからもお気をつけて。うちの店にもまた来てくださいね。